回は免疫力を高めるためのコツとして、ストレス解消、よく笑うコツについてご紹介します。なぜ笑うことは大事なのか。ストレスは自律神経のバランスを乱し、免疫力低下の原因となります。笑うことによって、がんやウイルスと戦うナチュラルキラー細胞が活性化し、免疫力は高まると言われています。笑う門には福来たるということわざがあるように、笑うことで健康にも良い影響があります。脳を活性化したり、自律神経を整えたり、痛みを和らげたりと、さまざまな効果が分かってきています。高齢になると、大切な家族や友人を亡くしたり、体が衰えてさまざまな病気にかかってしまったりと、辛いことや悲しい経験をすることが増え、笑う機会を失ってしまう方が多くいらっしゃいます。そんな時こそ、笑顔を忘れずに大切にしていきましょう。ここからは、よく笑うコツについていくつかご紹介します。笑いは自分だけではなく、周りの人も楽しく幸せな気持ちにさせます。普段の生活の中で、楽しい、嬉しい、面白いを見つけて誰かと共有してみましょう。なかなか会えない時には、メールや電話を使って伝えてみましょう。落語やお笑い番組を鑑賞するなど、笑う機会を積極的に作ることはおすすめです。面白い時は声に出して大笑いしてみましょう。趣味など、自分自身が笑顔になれるような好きなことに取り組んでみましょう。笑うことは簡単そうですが、笑い慣れていない人には意外と難しいかもしれません。あ、い、う、え、おと口を大きく開けてみたり、顔全体を大きく動かして顔の筋肉をほぐしてみましょう。毎日続けることで笑いやすくなります。笑顔を作ってみると、なぜか楽しい気分になりませんか？作り笑いは表情筋の刺激が脳に伝わり、十分に効果があります。口角を上げることがポイントです。思い出し笑いでも良いので、1日1笑いを意識して続けてみましょう。今回は、免疫力を高めるコツとして、よく寝る、よく動く、よく笑うの3つに分けてコツをご紹介しました。日頃からこの3つをぜひ意識して、笑顔で元気に過ごしていきましょう。